こちらどん兵衛持ってきました。ミニどん兵衛ですね、小さいのです。で、肉うどんです。これ中学校の時の部活帰りとかにコンビニでよく食べてたので、ちょっとこれを食べたいと思います。うおー、まあ、匂いはもちろん、でもお湯が少し冷めてて熱々のお湯ではないですね。普通は3分で食べるとこう7分エクストラで置いてるので、見た目はこんな感じです。見えるかな。見た目はこんな感じです。ではいただきます。スープはちょっとぬるくなってますね。麺ですよね、問題は。麺いただきます。お、確かにちょっと生麺みたいになってますね。いただきます。おお、これ10分の方が美味しいぞ。もちろん何が変わるかっていうと、スープを吸って麺がですね、柔らかくなるっていうだけなんですけど、これ3分の時だとインスタント感がすごい残ってるんですけど、この10分にしたところでですね、ちょっとあれ、もちもち感が増えて美味しいです。まああまり、そもそもインスタントラーメン自体はあまり体に良くないのわかるんですけど、これ皆さんもしよかったら10分にして食べてみてください。あとどん兵衛のこの肉めっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。もう一回食べます。うん、美味しいぞこれ。下手すると台湾夜市でよくある日本式の錦うどんより美味しいかも。美味しいです。そんなところでした。皆さんもしよかったら試してみてください。10分うどん結構いけます。どん兵衛です。これ逆に日清のカップラーメンでしたらどうなるんですかね。そこのところもちょっと一回やってみたいなと思います。それではバイバイ。